どうも、ボヒケンです。本日は日曜日、昨日入院しに来たトラックちゃんですね。不動車、ちょっと先に、シェビトラちゃんの方、作業が昨日途中で止まっちゃってるので、こっちを片付けちゃってエンジンかけるばっかにしといて、でこっちのバラシに入りましょう。ベルカミちゃんの方はね、トラックちゃんがこっちのトラックちゃんが動いたらすぐこっちへ入れるっていう感じで、まあステンパイプがまだ届いてないのでちょうどいいですね。何しろ最初にこいつは動くようになるのかどうか、消耗品交換して、そうなんですよね、車屋さんから昨日持ってきたんだけど何の説明もされてないので、まあとりあえずね、その車屋さんが1ヶ月ぐらいで名変をしたいもんで車検をお願いしますっつってるそうなので、動くかどうかだなっていうとこからいろいろやってて、まあ大体あれですね、消耗品全特価ですね。こんな感じからやっていきましょう。では、はい、クーラント入れたらダダ漏れですね。ダダ漏れというよりも、わかりますかね、あのここにボブのやつがはまっててね、え破けてんですよ、破けてるこいつも交換だな。くそー、今結構な量のクーラント入れちゃったんだよな。全部出ちゃいましたね。まいったね。最後の最後にこうだもんだ。ほんでクーラントってこれ塗装剥げるんですよね。いやー、一番こぼれて欲しくなかった。しょうがない。いやー、ちょっと、今外したんですが、見てください、裂けてる、もう劣化しちゃってね。これじゃあ漏れるよ、漏れるっていうかもうガシャン漏れ。まいったね。くそ、ホースはね同じやつがあったのでね変えたんですよ。で漏れてるでしょうね、ポタポタ。ラジエーターがパンクしてます。ここから漏れてます。映んないか、わかりますかね。他にも漏れてるとこねえよな。ここだけだな。ここだけ、ここだけ破損。まいったな。エンジンかけるところじゃないですよ。ラジエーター外さなきゃですよ。もともとくっついてたやつね。いやいやいや、最後の最後でこれかよ。最後の最後でこれですよ。ラジエーター直す金なんかないよ。まいったね。今こっちの車のオーナー様が、遊びに来て、今日はお手伝いをしてもらうんですが、ついでにこっちも手伝ってもらって、今ラジエーターを引き抜きました。そう、その他のものはねラジエーターにくっつけないようにしといたんでね、ラジエーター単体で取れるようにしてあるんですよ。さすが俺、いつかねラジエーターもそういう時が来たら簡単に外せるようにって思ってやっといたんですよね。まさか役に立つと思わなかったよ、こんなのがくそ、こっちのオイルクーラーも不安だな。買えるか、こっちの。取れにくいっすね。なんとかね、簡単に外せるようには作ってあるだよ、全部。はいはいはい。
ね、このねくっついてるオイルクーラーもボロボロなんだよな、ね、予算ねえもんでもともとくっついてたやつを再利用してるんだけどこうなっちゃうからな、うん、ちゃんと作ってあるよ。ここから漏れてますね、うん、他にも漏れた跡がいっぱいあるからな。ここもダメなんじゃないの。まあ、とりあえず修理に出しましょう。でコアの張り替えと一応全部見てもらって、ラジエーターだけ走んねえもんな走んねえかななんつって言ったってよ。というわけで今からオーナーさんにも手伝ってもらって消耗品を外していきます。まずオーナー様は鳥の糞だらけの車を掃除から。はい、はい、お願いします。今バラシがある程度進んで 下も潜って今オイルも抜いてるんですけど、いろいろちょっと分かってきたことがあって、まずマフラーとかも途中でなぜか切れ目が入れられてるんですよね。ほんで外そうとした跡があるんですよ。で、配線類も全部抜かれてて、エンジン側が抜かれてるんですよね、スターターとかもね。ということはこれエンジンミッションで、ミッションもシフターとか外されてて、あ、これでブレーキはもうダメですね。マスターシリンダーが死んでると思うんですよ。ブーツも破けちゃってるし、固着が進んでる、でスカスカ状態だから、ブレーキはもうその辺一式交換で、パーツは一応これ売ってくれたオーナーさんが持ってるので、それもつけてもらってるので到着待ちですよね。ただ怖いのはこれミッションがダメだっていう話を聞いてるんですが、ミッションメンバーがフレームに溶接されてるんですよね。だからミッションを外す場合はエンジンごと引き抜かなきゃなんないっていうところまで今分かりました。それでいろいろ外されてたんだな。おはよう。えれえの来ちゃったよ。例の来ちゃったらどうするか。これオリジナルだと思う。前うちにあった4級もこれくっついてたもんね。あ、本当にありがとう。あ、いろいろすいません。これシフォンケーキです。え、なにマジで。で、これで、あー、ほんとだ。でも九州行ってて、それどうですか。買収ツアー、買収ツアー、それは、まあ、買収ツアー、残念ながら違うもんね。神父さんと一緒に、いや、違う友達と。あで、これね、途中ね、兵庫によって、なんか、お酒に。マジっすか。ちょっと見ていいですか。出張だったんだ。出張じゃないっすか。え、買収ツアー、友達が車見に行ったって。九州まで。九州まで。マジで何見に行ったの。なんか、売れてたんで、これ買ってたんですけど。へぇ、あ、絞りたてのやつ。ねえ、なんか珍しいですね。いや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 、マジか。ありがとうありがとう、嬉しい。で、俺、うん、今日静岡行ってくるって言ったら、また母親が。あ、月経感あるんです。これ、昨日も僕飲みましたよ。あ、月経感、厚感もいいね。あ、そう。うん。とりあえず、インテークキャブとかもですね、この辺も全部一回外しましょう。どの道ね、ヘッダースのところのボルトが折れてるんで、それは交換しなきゃなんないから、キャブも生きてるかどうかわかんねえしな。つかエンジンがダメかもな。もしかしたら下ろすつもりでいろいろ外してたのかもしれないんですよね。うん、まあとにかくやっていきましょう。